はい、皆さんこんにちは。今日はチョークアートの描き方について紹介していきたいと思います。チョークアートやるのは私のチャンネルでは初めてです。で、この前スペインに行った時にイビサ島っていう島に遊びに行ったんですけど、そこでですね、こういう可愛らしいチョークアートの看板がたくさんあってですね、あ、これちょっと iPad でも作ってみたいなみたいな感じで思ったので、今日はこれを真似しながら描いていくっていう感じになります。で、スペインはですね、どこの街に行ってもこういうウォールアートっていうのかな、すごいクオリティの高いイラストが壁にたくさん描かれていて、これとかね、すごい色を使うなとか思いながら見てたんですけど、まあこういうところでたくさんインスピレーションを受けたので、今回はそれを iPad でできないかなっていうチャレンジ企画になります。で、今日のチョークアートはですね、主にテキストです。こういうメニューとかをチョークで描いたようにやるにはどうすればいいかっていうのを教えていきます。本当にちょっとしたコツで誰でも簡単にできるようになるので、ぜひ見てもらえれば嬉しいです。はい、じゃあ始めていきます。今日使うアプリはですね、プロクリエイトっていう私がよく使ってるイラストアプリです。アプリ立ち上げたら右上のプラスボタンからスクリーンサイズで今日は始めていきます。で、もしメニューとか作るときにサイズ指定したいときはサイズ指定できるところがあるので、そこから進んでください。で、一番初めやることなんですけど、左上のギアマークのところに写真を挿入っていうボタンがあるので、これを選択して、あらかじめ用意しておいたこういう土台ですね、黒板の写真があるんですけど、これを貼り付けていきます。で、サイズ調整ができたら、左上に調整パネルっていうのがあるんですけど、その中に色相彩度明るさっていう項目があります。で、この中の明るさのレベルを少し上げてあげて明るくするとですね、この黒板のディテールがもう少し見えてきて、より完成度の高いチョークアートになりますね。で、これで最初の準備は完了なので、ここからチョークアートを描いていきます。で、最初ですね、この下地のレイヤーを左にスワイプして、ロックっていうボタンがあるので、ロックしてください。動かないようになります。で、この状態で新しいレイヤーを1個上にプラスボタンで追加して、ここに白い線でチョークアートを描いていくんですけど、手書き文字とかね、なかなか書き慣れない人だとうまく描けないって思う人もいるかもしれないんですけど、プロクリエイトにはテキスト機能っていうのがあるので、これをうまく使うと誰でもチョークアートで文字を書けるようになります。で、そのやり方なんですけど、左上のギアマークのところを選択すると、追加っていうボタンがあります。で、追加の中のちょっと下に下がるとテキストを追加っていうボタンがあります。これを押します。で、そうするとこんな感じでテキストが現れます。ちょっと今ブルーで見えないんですけど、ここ色のところを白に変えると、白色のテキストに変わってくれるので、ここでテキストを入力していきます。で、一番初め、左側のサンプル見ていただいて分かると思うんですけど、ブレイクファーストですねを入力していきます。で、文字入力できたら、右下のスタイルを編集っていうボタンを押すと、このテキストパネルみたいなのが現れてきて、ここでフォントだったりとか、文字のサイズ、あとはカーニングだったり、いろんな項目を変えることができます。なので、この中から、左のサンプルを見て似たようなフォントを探してください。で、フォントの話なんですけど、プロクリエイトにはもともといくつかのフォントが入ってるんですけど、それ以上もっと自分のフォントを増やしたいって方はですね、以前に動画紹介してます。この動画を見てください。この動画でフォント周りのカスタマイズのやり方、かなり細かく紹介しているので、テキストのことを知りたい人はですね、一回こっちの動画に戻ってから、またこのチョークアートの方に戻ってきてもらえると分かりやすいと思います。で、ちょっと本編に戻るんですけど、フォントのウェイトですね、太さだったりとか、あとサイズとカーニングです。カーニングは文字と文字の間です。の調節をして、できたら完了ボタンを押してください。で、サンプル見るとわかると思うんですけど、もう少しね、縦に伸びてますよね、フォントが。で、変形かけていくんですけど、変形かけるときはこの矢印ボタンです。これを選択して、下にパネルがあります。フリーフォームとか均一とかあるんですけど、この中からフリーフォームっていうのを選んでください。で、均一を選んでると縦横比、固定されたままサイズ変形がされるんですけど、これフリーフォームっていうのを選ぶと、こうミョーンってね、自由に縦横比関係なく変形かけることができるので、この状態で縦長にちょっと伸ばしていく感じです。で、ここから結構大事なポイントで、今これテキストをベタ打ちしたままだとあんまりチョークアートっぽくないので、これを変えていくんですけど、まずそのやり方として、このテキストの色をですね、黒っぽく変えます。
で、変えるときはさっきの調整パネルのところから色相彩度明るさを選択して、この明るさの部分をですねかなり黒に引っ張っていってください。で、そうすると元々のこの黒板の色とですね結構馴染んで見えなくなってくると思うんですけど、このうまく馴染んで見えなくなるぐらいに色とか明るさをですね調整してほしいんです。これぐらいかな、これぐらいで、で OK だったらリリースします。で、そしたら次、新しいレイヤーをこのテキストの上に1個追加して、で、このレイヤーを選択します。で、そうするとその中にマスクをクリップっていうボタンがあるので、これを押してください。で、そうすると矢印ボタンみたいなマークがつくので、これで OK なんですけど、そしたらこのカラーのところから白色を取って、ブラシはですね、カリグラフィーっていうところの中にあるチョークっていうブラシがあります。これを使っていきます。で、これを選択して、ちょうどですねこのテキストの上に重なるようにシャーッとねこう線を引いてみてください。で、そうするとこのテキストのところだけが浮かび上がってくるような感じになるんですね。で、これはさっきマスクをクリップっていう設定にしたからなんですけど、このマスクをクリップっていうのにしてると下のレイヤーからですねはみ出さないように塗ることができます。で、この機能をうまく使うとですねこうチョークアートというかチョークで文字を書いたようなテクスチャーにすることができます。で、あんまりですね細かく綺麗にやろうとせずにざっくりざっくりやっていった方が手書き感が出てきていい感じになります。で、こんな感じで完成で、できたら上にもう一回プラスボタンでレイヤーを追加して、ちょっと縁がねあるのが見えると思うんですけど、この縁を描いていきます。はい、で、これで最初のテキストのところ完成です。結構手書きっぽくできたかなと思うんですけど、ここまで書けたらレイヤーを一つにまとめましょう。グループ化っていうのがあるので、左にシュッシュッシュッとすると、複数選択になるので、これでグループ化してください。で、新しいレイヤーを1個上に追加してですね、ここに、装飾ですね、横に長い棒線みたいなのがあると思うんですけど、これを書いていきます。で、これを書くときに左右対称ツールっていうのを使うんですけど、この設定の中から、キャンバスっていうところにですね、描画ガイドっていう項目があります。これをオンにする。で、その下の編集描画ガイドっていうところに移っていきます。で、そうするとこういう感じでグリッドが表示されてると思うんですけど、まあ、上でカラーを変更したりできます。で、下のパネルのですね、一番右側に対象っていう項目があるので、これを選択するとですね、中心に軸が引かれます。で、この中心軸から左右対称に絵を描けるようになるんですね。これが描画ガイドなんですけど、レイヤーのところを見るとですね、ここにアシスト中ってちっちゃく書かれてます。アシスト中って書かれてると準備 OK です。で、これちょっと書いてみると、こんな感じで、どっちか一方に線を描けば、その反対側にも同じ描画がされます。で、これが左右対称ツールっていうんですけど、もうとても使える機能なので、ぜひ覚えてください。はい、で、これでですね、基本の動作はすべて皆さんにお伝えしました。で、あとはこれをひたすら繰り返すっていう感じでテキストをどんどん追加していくんですけど、あとは装飾ですね、細かいところとかは自分で付け足してっていう形になります。で、一応最後までお見せしたいので続けていくんですけど、さっきと同じようにテキストを追加ですね。テキストを追加してイングリッシュブレイクファーストのところを打ちます。で、フォントを選んで、ウェイトですね、太さを選んでサイズ調整してカーニングしてできたら完了です。で、細かいサイズ調整はですね、上の矢印ボタンを使ってやった方が綺麗にサイズが整うと思います。で、コツとしてはですね、左右の縦のラインを合わすというような感じです。このブレイクファーストの左と右の軸をですね、こうね、縦のところが合うようにして、揃えてあげると綺麗にできます。
で、テキストが打てたら色をですね、黒っぽくしてなじませていきます。色を変えるときは左の調整パネルのところから色相彩度明るさです。で、この明るさの項目を黒っぽく引っ張っていきます。で、見えなくなるようにしますね。はい、これくらいかな。で、OK だったら、新しいレイヤーを1個上に追加して、これを選択。で、マスクをクリップです。で、矢印をつけます。マスクをクリップです。で、ここに白色を取って、今回はですね、ブラシのブロッチっていうのが下にあるので、これを使ってちょっとなんかね、かすれたような表現が出てくるんですけど、このブロッチで、ペンを寝かしてですね、さーってやってみてください。そうするとちょっと透けたチョークみたいな感じになるので、ブロッチをおすすめします。で、次、さっきとね、ちょっと違う装飾を描く必要があるので、斜めの斜線みたいなのをね、描いていきます。新しいレイヤーを1個上に追加して、こんな感じでね、サンプル見ながら斜線を引いていってください。で、この斜線のラインの長さですね、は最初から綺麗に揃えようとせずに、最初はすごいランダムで適当に描いていってください。後からね、消せば大丈夫なので。はい。で、こんな感じで斜線の方が引けました。で、この斜線のラインですね、エッジのところをきれいにしていくので、消しゴムで消すんじゃなくて、マスクっていうのをかけていきます。で、レイヤーを選択すると、そこにマスクっていうボタンがあるので、これを押すと、こういう感じで上に白いボックスみたいなのが現れます。で、この状態で、色はですね、黒色を取ります。で、黒色でなぞるとですね、その部分だけが非表示になるんですけど、この機能を使って、この綺麗に調整していきたいと思います。ブラシはスタジオペンを使って、この隙間のところですね、と、あとは外側のエッジを綺麗にしていきます。はい、どうでしょう。こんな感じで、斜線のところ完成です。だいぶね、サンプルのやつと似たような感じになってきてますね。で、ここまでできたらグループ化することを忘れないでください。テキストと、チョークテクスチャーと、あとは装飾ですね、ところを3つのレイヤーを複数選択してグループ化して、後から見て分かりやすいようにしておいてください。で、こっから続きいくんですけど、ちょっと縦のね、長さが足りないので、真ん中のところスキップして、下の方、斜めのところですね。フルタフレスカって書いてあるところを作っていきます。で、まずテキストを入力してですね、ここまではさっきと同じなんですけど、変形させるときに矢印ボタンを選択して、ここで回転させたりすることができるので、まずはテキスト入力してから後からね、こう変形させるようにしてください。で、こんな感じで斜めにします。で、できたら調整パネルのところから色相彩度明るさ暗くして、で、この上にレイヤーを追加です。で、マスクをクリップにしてテクスチャーを加えていきます。で、ちょっと余談なんですけど、私、イビサ島に行った時に、すごいね、でかいカメラとか、いろんなカメラを駆使して歩いてたんですけど、まあ、イビサ島ってすごいのんびりした街で、そんなことをしてる人なんて全然いないわけですよね。で、ましてやね、アジア人で女の子なんで、すごい珍しがられて、なんか、おー、ナイステクノロジーとか言って、お酒サービスしてもらったりとか、なんかいろいろ待遇を受けましたね。なんか、相当珍しかったみたいです。まあそんな感じで、向こうでは、カメラ持って歩いて動画撮影しながら、ちょっと iPad Mate のライブ配信したりとかして結構楽しんでました。私がイビサ島にいた時はね、まだスペインコロナとかはそんなに騒がれてなかったんですけど、私がそれ帰った後ぐらいにね、すごいコロナが、
大変になって、もう街中パニックみたいな感じで、誰一人外からに歩かないって感じだったんで、私も最後の2日はもう家に引きこもりって感じだったんで、ちょっと惜しいことしたなとは思うんですけど、まあそれでもね、ちゃんと帰ってこれて本当に良かったなって思います。その間にすごい皆さんにねコメントをもらってすごい嬉しかったです。本当にありがとうございます。で、この葉っぱの装飾のところをかけたら、これをコピペして反対側にも持っていきたいので、その時はですね、セレクションツールです。これセレクションツールで、ここだけを囲います。で、矢印ツールに持ち替える。で、3本指上からシュッてすると、コピー&ペーストっていう項目が出てくるので、コピペします。で、そうすると今ね、重なって2つになってるので、この状態で位置を変えて、下にですね、左右反転と上下反転があるので、これ2つともやると、こんな感じでサンプルみたいな、葉っぱが2個ね、左右対称に配置されたような感じにすることができます。で、最後、浅いのところですね。ここも今までの工程と同じなので、ここはちょっと早送りで回して、最後の完成形まで持っていきます。はい、でこんな感じで完成になります。結構可愛くできましたね。で最後ね、ちょっとチョークボード風にしたいときは、真ん中のところがちょっと白くね霞んでると思うんですけど、ボード自体のね、でこれを描いてあげるとかなりリアルになるんですけど、その時は新しいレイヤーを1個上に追加します。背景の1個上です。一番上じゃなくて背景の1個上で、ブラシはですね、ヘビーメタルっていうやつがあるので、それがいいですね。他にもいろいろ似たようなブラシはあるんですけど、この中からヘビーメタル選んで、真ん中のところだけをちょっと優しくですね、こんな感じでなぞってあげると、いい感じのチョークのかすれ感が最後演出できると思います。はい、じゃあこれで完成です。どうでしょうか。ぜひうまいって思ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。こういう看板ね、本当にたくさんあって、これ一個一個真似するだけでもかなりこのチョークアートのスキルがつくなって思ったので、ぜひ皆さんも試してみてください。で、今日はですね、iPad Mate のオンラインコミュニティで、このチョークボードの背景ですね、背景のデータと完成形のこのプロクリエイトのデータ、iPad Mate の方で共有しますので、iPad Mate の方ぜひそれダウンロードしてもらってですね、レイヤーがどうなってるかとか、いろいろ研究してみてもらえればいいと思います。で、もう一つ、今回はですね、ざっくり流れしか紹介してないので、もう少しチョークアートをうまく描くコツだったりとかを、iPad Mate のオンラインセミナーで開催したいと思います。4月上旬に開催予定です。チョークアートをもっとやりたい人はぜひご参加ください。はい、ということで今日は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。